ピーター・ロー・フォード、ピーター・ロー・フォード、ピーター・ロー・フォード、九百二十三年九月七日から九百八十四年十二月二十四日は、イギリス・ロンドン出身の俳優。本名は、ピーター・シドニー・エルネスト・エイロン。第一次世界大戦の英雄のサー・シドニー・ロー・フォード、サー・シドニー・チューリング・ロー・フォードの一人息子で、九百四十年代から九百六十年代にかけて、 ハリウッドで活躍した長身の美男俳優である。上流階級が存在しない、アメリカ人が憧れる、イギリスの上流階級出身の俳優として、人気を博し、メトロゴールドウィン・メイヤー社の契約俳優として、スター女優の相手役として二枚目を数多く演じた。1五十四年に、ジョン・カイ・ケネディアメリカ合衆国上院議員、後に大統領の妹パトリシアと結婚し、 1966年に離婚、その後ジョンの大統領選挙に協力し、ジョンが大統領となると、スポークスマンとなった。また、親友のフランク・シナトラ率いる、シナトラ一家、ラット・パックの大幹部的存在として、名を馳せた。しかし、下記のように、マフィアとの関係をめぐり、ケネリ兄弟とシナトラの関係が悪化したことや、ケネリ兄弟の暗殺やその後のパトリシアとの、 離婚による影響力、話題性の低下も影響し、俳優としての活動は徐々に下火になっていった。なお、俳優、政治活動家、作家であるクリストファー・ケネディ・ローフォードは、パトリシアとの間に生まれた息子である。義兄のジョン及び、ロバートの二人と愛人関係にあったマリリン・モンローを紹介した、超本人であるだけでなく、モンローの死に深く関わっていたという噂も根強い上、 エリザベス・テイラー、ラナ・ターナー、エヴァ・ガードナー、ドロシー・ダンドリッジ、キム・ノバク、ディール・ミックなど数々の美人女優と噂になるなど、華やかなスターとしての人生を、王していたかに見えた。しかし、私生活の悩みやケネディ兄弟とシナトラの関係悪化、シナトラ一家からの追放とパトリシアとの離婚後の、キャリアの低迷など数多くの問題を抱え、 次第に酒と麻薬に溺れるようになり、1984年に心臓発作を起こして急死したロサンゼルスシシーダズ災害病院。1954年に後に大統領となるジョン・カイ・ケネディ上院議員の妹パトリシアと結婚したことで、ジョンや弟のロバート、エドワードなどのケネディ兄弟とハリウッドの関係をつなぐ役目をすることになった。 シナトラなどのシナトラ一家やモンロー、ジュディ・ガーランドを兄弟に紹介したほか、ケネディ兄弟を通じて民主党への支援を活発に行い、1960年の大統領選挙にジョンが出馬した際には、シナトラやサミー・デ・イビス・ジュニアなどと共にカリフォルニア州やネバダ州で行われた選挙資金調達パーティーに出演するなど、ジョンの予備選勝利に向けて協力を行った。 さらに1960年7月10日の民主党大会の初日前夜にビバリーヒルズのビバリーヒルトンホテルで開かれた資金調達パーティーでは、ローホードやシナトラ、デイビスの他にもシナトラが親しかったジュディ・ガーランドやトニー・カーティスが出席し、シナトラはアメリカ国家を成唱したばかりか会場を回り大議員へのジョンへの支援への説を行った。またジョンは、 予備選挙中に、シナトラから紹介された、シナトラの元恋人のジュディス・ギャンベルを経由して、マフィアの大ボスのサムジアンカーナを紹介してもらい、ウェストバージニア州における選挙への協力を直接、要請したほか、FBI の盗聴により、シナトラが、同州のマフィアから、ケネディのために寄付金を募り、ケネディの戦隊関係者にばらまいたことが、明らかになっている。なお、 ケネディ大統領はシナトラから紹介されたキャンベルと不倫関係を持っただけでなく、その死の直前まで不倫関係にあった女優のマリリン・モンローをケネディ大統領に紹介したのもシナトラであった。しかし、ケネディ兄弟、特にジョンがローフォードを通じてマフィアと関係の深いシナトラと深い関係を築き、ジョンが シナトラの元恋人のキャンベルやモンローと不倫関係を持ったこと、さらに上記のようにジョンが大統領選挙の本選においてジアンカーナなど、シナトラと親しいマフィアからの選挙不正への関与を含む選挙支援を受けたこと、そしてその後の関係の決裂が、後にジョンの名声を傷つけるだけでなく暗殺の原因の一つとされることとなる。その後ジョンが、 アメリカ大統領に就任すると、これまでの選挙活動に対する協力へのお礼と、ローフォードの人脈と弁舌の巧みさが変われて、ジョンのスポークスマンの一人として、政権内に入りん。しかし1962年に入り、シナトラとジアンカーナラのマフィアとの関係が、マスコミなどで問題視され、さらにマフィアへの取り締まり方針を強めた、FBI からも、ジョンとシナトラ、 そしてギャンベルとの関係について忠告を受けたこともあり、ケネディ政権の司法長官となったロバートがジョンとシナトラの関係を終結させるように画策した。ジョンはこれを受けてシナトラと距離を置いたために、シナトラが激怒し、ジョンやロバートらケネディ兄弟との関係が疎遠にな、だけでなく、このような事態になることを止めることができなか、老報道を シナトラ一家から事実上追放することとなり、ローフォードのその後の俳優のキャリアにダメージを与えることとなった。なお、パトリシアとの関係は、ジョンやロバートとの関係が深まるのと、反比例して、ジョンの大統領就任前後から悪化し、1963年11月のジョンの暗殺の前には、別居状態となり、その後長期の別居を経て1966年に、 離婚した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。